桜パン屋さん自動ホームベーカリー家庭用。また後から入れちゃった。大丈夫かなこれ。粉が飛び出して甘そうだなこれ。またとか言ってた。やばいなこれ。閉めます。まあとは妹の上がまった糖尿病患者の今日からパン屋さんです。朝が来たら何やってたの。漆塗りじゃん。軽いでしょ。軽い軽い。プラスチックかと思った。楽しみですね。出来上がりました。取り出してみましょう。出来上がり。おお、すごい。これはすごい。パンが焼けてるぞ。ほらほら焼けてる。焼けてる。すごいねこれは。ほらすごいでしょ。すごいですね。熱々、熱くなってきた。できました。次はこれを冷ましてから袋に入れます。おお、焼けたぞ。大丈夫かな。なんか形悪いな。やっぱ 1.5 斤がいいんだなこれな。これはちょっと大きさがちょっと、これ1斤の粉でやったから、これ 1.5 斤の粉でやればちゃんとできますね。形はね、ちょっといびつですねこれね。なんかパンの形が。こんにちは、よろしくお願いします。今日からパン屋さん、糖尿病患者の今日からパン屋さん、パン屋さんでーす。皆さんに作ったら皆さんにお届けします。皆さんじゃないね、友達に届けします。1日1斤パンを作る。多分